皆さんこんにちは、プロボーラーの小林哲也です。こんにちは、小林よしみです。はい、今日も早速レッスンやっていきたいと思います。はい、今日は、天秤を投げるときに体の向きがおかしくなってしまうのはなぜかということをお話ししていきたいと思います。はい、はい、思い当たる方結構多いかなと思います。僕もチャレンジで、アドバイスくださいって言われてるときに天秤取れないんですっていう、言葉をねよくいただくんで、アドバイスさせていただくんですけど、ほとんどの方が、このお話につながるかと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただきたいと思います。はい、天秤が取れない方、いろいろこう相談をというかこう質問を、はい、お聞きすると、大体の方がちゃんと投げられない、うん、1投目だとちゃんと投げられるのに、天秤が残ると投げ方がおかしくなるっていうお話をすごいよく聞きます、うん、で、今までの動画でその体の向きが合っていないですっていうお話をしたことがあります、はい、前回の動画でもこのお話をしたんですけども、この体の向きが合っていないっていうものプラス、歩いていく方向だったりとか、その体の向きもですけど、あとはそもそも立つ位置が違う可能性があるっていうことを今日ご紹介したいと思います。はい、天秤を取るとき、右利きの方ですけども、例えばですよ、1投目に投げるときに立つ位置が10枚でした。で、フィニッシュがまっすぐ目にあるようにして12枚ですっていう方が、普段であれば2枚左に射光しちゃうんですっていう人を見てると、天秤を取るときだけなぜかそっちの方向に投げたくなるんですよね。だから20枚に立って、仮に立ってたとするですか、本来では20枚に立ってれば22枚が足のフィニッシュの位置になるにもかかわらず、なぜか18枚とか下手したら15枚とかぐらいもう体が向いちゃってるんですよね。なんでかっていうと、単純にやっぱりこっちにあるものに対して取りたくなるから、どん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 右に歩いていっちゃう。でも1投目に関してはこっちの方に、自分の目線よりもどちらかというと左側にあるから、まっすぐ歩ける、ほとんどまっすぐ歩いてスイングができるんですけども、どうしてもその目の錯覚なんですけども、で右側にあるものを投げようとしちゃうとすると、右にどん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 歩いてしまうっていう方を非常に多く、見受けられますので、今回ちょっとこのお話をさせていただきました。はい、でこれがどういうことかというと、そもそも立つ位置が違う方、合っていない方が多いのかなと思います。大げさに言うと、1投目で皆さん考えてください、はい、例えば10枚をまっすぐ投げようとしている、でその自分が10枚を投げるためには、落とし位置が10枚で、足の位置が例えば5枚肩幅があると考えた時に15枚で終わります。で自分が射高をじゃあ3枚しますって言った時は、12枚に足を、左足のつま先を置くことになりますよね。でこの場合はまっすぐちゃんとしたところに来ます。でも仮にこの立つ位置が今のが正しいのに間違っていて、自分の左足が12枚に行かなくちゃ、立たなくちゃいけないのに、例えばですよ、17枚に左足があるとします、そこで同じように射高してしまったら、もちろん落とし位置は10枚にいかないですよね、でそうすると体が起こす、無意識で起こす反応、この10枚に落とそうとするには、間違えて17枚に立ってしまったら右に射高していくしか方法はありません。これが天秤の時に起こっている現象の一つになります、はい、なのでそもそもその対角線で取ろうとした時に、対角線で結んだ先に自分が立ってしまうと、射高の分を考えないと、また体の向きがちゃんとなっていないと、そういう風に落とし位置と自分がスタートで歩く位置っていうのがちゃんと結べてない人がいらっしゃいます、はい、でそうすると自分が本来立たなくてはいけない場所よりも左に立ちすぎてて、目標が右にありすぎてるから右にどんどんこう歩いていく。でそうすると自分のスイングの中に、まっすぐ本当は投げたいスイングの中に自分がインステップをすることによって自分が入ってきてしまいます。でそのスイングを自分の体が邪魔をして、スイングが体を避ける形になる、はい、でそうすると自然的にボールはしっかりとラインの方向に出ていかなくなるので、引っ張ってしまったりとか、
その自分が邪魔なので避けて外にミスってしまったりっていう原因になるので、はい、この体の方向だけではなくて、うん、まあ、歩き方も大事でだとは思うんですけども、そもそもの立つ位置が違うっていう方もいらっしゃるので、そうだね、はい、もしかしたら今までよりも、まあ、左に斜行する方、うん、取れない方、今までよりも右に立った方が、うんうん、実際歩くその斜行とスイング、はい、そして体の向きがしっかり合うから、うん、天秤が取りやすくなるっていう方もいらっしゃると思います、はい、あの僕もこれ同じような話するんですけども、基準が基本は20枚かもしれませんけども、やっぱ人の体の向きとか投げやすい角度って人それぞれだと思うんですよね、うん、25枚の人もいれば、まあ、もしかしたら30枚の人もいるかもしれない、15枚の人もいるかもしれない。なので自分のどこが体のこうなんかしっくりくる多分見やすい角度って多分1投目もあると思うんですよね。なんかこのラインだとめちゃくちゃ投げやすいから点数になるんだよねって、でもちょっとこのラインをあの中に寄っただけでなんかすごく窮屈に感じちゃってなんか力が入ったりとか握って回っちゃったりするんだよねっていう方がいると思うんで、その角度を多分見つけていただくと同じあの理論で天秤も一緒だと思うんですよね、はい、自分のこの体の向きでパッて離すだけで、まあ基本的には皆さん多分スペアボールを使ってる方も多いかと思うんですけども、体の向きでパッて離すだけで取れる。でもなんか立つ位置が2枚ぐらいずれるだけでなんか急に遠く感じちゃったりとか逆に近く感じすぎちゃってなんか手で何かをしようとしてしまうっていうような、形になる方が非常に多いかなと思うので、はい、この基本は確かに20枚っていうのは間違ってないと思うんですよね。ほとんどの方はその平均すれば20枚が天秤のそのスパットとして見る位置としては間違ってないのかと思うんですけども、それはあくまで目安です、はい、これ目安なんで皆さんの体の骨格だったり大きさだったりいろんな状況っていうのは人それぞれですので、まずはそのね方向とか、意識をね変えていただいて、ぜひねいろんなところから試して10番ピンがもし苦手な方であれば、まあ、左切れ方であれば7番ピンなんですけども、苦手な方いろんなところを試して投げていただきたいと思います。はい、まあ、あのその立つ位置を、うん、まあ、右利きの方だったら右にっていう、うん、まあ、選択肢もありますけど、うん、逆に自分が同じように今まで投げてで目標がちょっと遠そのスポットが遠くて、はい、うん、ラインが遠くて投げにくいという方は逆にその通すラインを、うん、立つ位置は一緒でも中にすることによって20枚じゃなくて22枚とか23枚になることによって取りやすくなる場合もあるので、あの私も割とあの前は左の方に立ちすぎててで20枚がすごい遠く感じて自分では気づかないんですよね、あれなんかって。でもやっぱレーンコンディションだったりとかそういう時で全然取れる時もあるんですね。だけどなんか投げにくいなと思った時に、まあ私の場合は右に立ったんですけど、でも今でもその投げ方を変えたりとかすると若干感じが変わってくるので、もう22枚の方が取りやすいなと思ったらもう22枚見てずっと投げたりとかをするので、ぜひ皆さん一度自分の立つ位置、はい、終わる位置、投げたい方向、これが合っているかっていうのを確認をしてみてください、はい、まあ、大体投げ方が違くなっちゃう方は自分のスイングを、はい、邪魔している、うん、体が邪魔していて違う方向に無理やりこう手上げになっちゃうっていう場合が多いので、一度確かめてみてください。はい、ということで今日は天秤が取れない方はこれが原因だみたいなねお話をさせていただきました、また次回もレッスン動画配信しますので皆様楽しみにしていてください。ご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。コバ TV では、メンバーシップというものを始めました、月額990円コースと2990円コース、この2つを用意いたしました、詳しくは概要欄に貼っておきますので皆様興味ある方はぜひ見ていただきたいと思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。